なるか。安藤7回0、犬北がつなぎました。そして9回です。3対0タイガース3の背番号22連投になります。藤川登場です。昨日のゲームは1イニング打者3人21球投げています。さあ今晩の藤川はどうでしょうか。バッター川端、昨日は日向さん3人で抑えはしたんですが、内容的にという話になりましてね、うん、ヤクルトの伊勢コーチが最後雄平が、フライに倒れましたよね、レフトの方に、はい、雄平が簡単に終わらなかったと、うん、ですから藤川の調子もそんなにまだ来てないのかなという話はねされてましたけどね。まあ元来のね、はい、球児の調子ではないでしょうけど、うん、まあそこでもね3人でしっかり抑えるといったところはね、さすが球児だなという感じですけど、まあちょっと苦労してるなというところは見られますけどね、はい、まあ、素人目で申し訳ないんですが、ストレートで空振りが今年あまり取れてないような、うん、はい、ちょっとそういうところを感じますね、ですからまあスライダーを使ったりだとか、はい、自分でもそういう点では感じてると思うので、はい、まあ、そういったらストレートでね空振りといったところが ね、 いいね、まあ、スライダーをうまく今年は使ったりして、はい、投球の幅というのをね、広げてますよ、はい、球児はね。今のは144キロの計測でした。大事な、はい、ね、絶対的な守護神なんでね、はい、ただまあこれだけ平瀬さん続いているクローザーもいませんからね、これね、何年も毎年毎年、はい、本当に大したもんですよ、これ、はい、本当ね口で言いますけどね、はい、簡単に、まあ、素晴らしい。これが藤川の142キロの計測ですが、火の玉ストレートです。素晴らしいね、はい、で今球児がマウンドに行くときもね、僕はブルペン注目して見てたんですけど、はい、もうリリーフ陣がね全員でね球児にね、はい、なんていうんですか、行ってこいっていう送り出ししてるんですよね、はい、タッチしながらね、こういうところがね昨年とかにはなかったなと、そうですかね、いう雰囲気あるんでね、はい、まあ、もう一つね、はい、球児に最後締めてもらおうというね、気持ちがねもうブルペン全員ピッチャー陣がね、はい、そういう感じで送り出してますよね。まさにこう投手陣となってますね、バッター宮本、ご覧のように3点差あります。ウィズタイガース MBS タイガースライブ、今シーズンの公式戦テレビ中継第1弾ということになります。まあちょっと幸先、はい、いい感じで来てますね、ここまでは、はい、藤川にしっかり締めてもらおうというウィズタイガースです。安藤が7回、8回は榎田、9回藤川、ブラジル2ホーマー、まあ、そしてこの9回の裏の守備を見てますと、新井を下げてブラジルは残しています、はい、サードに関本を和田監督は入れました。今のも宮本は遅れてますか、平田さん。まあコースが良かったんでね、カット気味なんですけど、今日は何といってもこの宮本をしっかりね、安藤が抑えた、それがもう非常に安藤の好投のポイントになっていると思いますよ、はい、その宮本はこのゲームが始まる前までなんと開幕から12打数8安打というバッターでした。その宮本をピシャリと安藤が3打席抑えています。このフォークをね、すごくこう簡単に宮本が見切るんですよね。今、まあ、球児が苦笑いしてましたけど、はい、もうあれというね、なんでかなという気持ちでね、球児もいると思うんですよね。手を出してもおかしくないボールでは、普通ならね、はい、もう振りたくその前のストレートで遅れてるわけですから、はい、フォークボールの後、これはちょっと抜けました。フルカウントになりました。投げながらやはり、はい、なんで宮本さんはあの方向を簡単に見切れるのかなというね、そういう気持ちだと思いますよ今のね。次のストレートちょっと力みましたけどね、はい、今、まあ、その分昨日に続いてですから、ちょっとこう疑心暗鬼ね、なんか癖でも出てるかなというね、ピッチャーってそういう感じを受けるんですよ、はい、そういうやはりこう思考の方向になるわけですね。そうですよね、とにかくこう投げる人は繊細です。
感じますんでね、はい、またその感じないピッチャーはダメですよそうでしょうね、あれっていうね、不思議だなって思わないね、あのピッチャーやバッテリーはね、まずダメですよね、まあ、藤井も感じてるとは思いますけどね、やっぱもうストレートだけでいってほしいところですよ、スライダーね、スライダー来ましたね、今年はあのスライダーをね、あの多く投げてるんですよね、藤川のそのスライダー自体は平田さんどうなんですかね。いや、あのいいと思いますよ、それでキムシが、あの増えることによってバッターもね、あの考えることが多くなりますんで、持ち球のねカーブは結構評価の高い縦割れのねカーブですけど、最近カーブは投げなくなりましたよね、もともと入ってきた頃はカーブピッチャーでした、あのカーブ良かったんですよ、それはどうでしょう、追いついた、マットガータを追いついて2アウトした、アンドゴの復活越しまであとアウト1つになりました、宮本を抜けた藤川です。さあアンドは、ね、もうヒーローインタビューのこと頭に入ってんじゃないですか、考えてますかね、考えてるでしょう、まあそのぐらいでないとダメですよ、ね、隣の浅井がまた横でちゃちゃ入れたりするんでね平田さんどうですか、ぬるっとはまだ、いやいや、まだそんなタイプではないですよ、そうですか、アンドはね、最近よくあのうるっとくるプロ野球選手多いですからね、やっぱりね感動すると思いますよね、やっぱりね、僕ら見ててもやっぱり今日の安藤なんか投げてるの見てね、やっぱりちょっとこうグッとくるとこありますもん、何かやはりこのドラマって感じますよね、やはり一緒にやったねあの選手たちがこうやってね、復活しそうになるとね、非常にこうなんかこう胸が熱くなりますよね、浅井、はね、横で甲子園の先輩後輩だから、あ、なるほどね、はい、さあバッターバレンティン、今ほっぺたを何回か膨らませましたね、平さんおっしゃるよりまだ目頭がっていうところで行ってないようです、まあ試合終了、ゲームセットになってからですね、はい、まあ、球児もう一人ね、頑張ってほしいです、バレンティンにボールトゥー、今ストライクを取りに行ったボールだと思いますので、あの2ボールでしたんでね、ここはもう切り替えていけますんで、大丈夫です。ここでピンチヒッターは左バッター竹内が起用されました。まだ2点があります。146キロが外れました。ヤクルトは次はピッチャーのところです。まあ、ヤクルトもそのもう右ですが飯原も出ましたし、これで竹内でそう残っている野手、まあ、昨日ゲームそうでしたが阪神ほどはないんですよね。やはりそういった意味ではタイガースの、ね、選手層っていうのは厚いですし、まあ、それでもやっぱりここでねいいシット球児を抑えて、ゲームセットという形作ってほしいですね、シーズン初めてホームランを打たれました藤川。このブラジルの日本のホームラン、安藤7回までゼロ、仕上げてもらいたいという藤川、切り替えてる雰囲気がありますが、切り替えてますよ、もちろんね、神宮球場あと1球コールです。この藤川に託されています。
貯金を持って明日からの巨人阪神甲子園球場開幕シリーズを迎えます。最後はやはり皆さんまっすぐがドーンと言いましたね、まあバッターとの格の違いが、ね、ありますので、はい、まあ、それにしても、ね、はい、この安藤の白星、はい、本当にね、今日はね、いい試合をね、はい、MBS さすがにタイミングがいいですね。ウィズタイガースですね、ウィズタイガース、その通りですわ、本当に。三塁が今デガウトをご覧いただきましたが、何かみんなの気持ちが一つになって、これ本当に皆さん何とも言えないムードですね。これね。